どうもマスピーでーす。今日はですね、僕の知り合いの社長のとこなんですけど、ガレージアストレア、ガレージアストレア、何やったっけこの車、ロータスやろ、ロードスターや、ロードスター、ロードスターを専門に結構やってるんですよ。なんか人気あるみたいで、ガレージ、ガレージアストレア、通称ガレージ、僕はぼったくり屋って言うてるんですけど、それを突撃ドキュンで今から行きますんで。ロードスターのエンジン、 T シャツまで作ってる、社員やるよね、 T シャツまで作って。うわーすげえ、これが噂のロードスターですわ。カズ、噂の何がいいんか分からへんけどな。いやすげえこれな、何、いや正直何がいいんか分からへんね。カズ、え、ロードスターファン結構おっちゃん多いんやろ。あ、多いよ多いよ、ファン、ファン多い多いね、多い。イベントにね、僕も一回行こうかなと思ってんねんけど、いや正直けど、おっちゃんがロードスターやり始めた時は何人に手出したのかなと思ったけどね。ダッサいなー言って何度も言い続けた。いや、そんなこと言うな。すいません、ほんま。いや、本音で、本音 で、いやけど今なんかずっとハマったよね、もうここ十何年ロードスターで。そうやね、僕がっつり。そうやな、そんなもんね、うん。どっちかやったら俺ほらカズなチャンネルでも登録してみたいな、フェラーリとかさ、そうやん、結構こうそういうスーパーカーで結構レースしたりとか、あのなんか好きな人間、ちょっとちっちゃいイメージがあるよねこれは。けどだいぶファンがだいぶファンがついてるでしょ。はい、そうです ね、これでおいくら前ですかこれ。相談って書いてあるけど、おっちゃん、うん、それ言われへんな。どういうこと、意味が分からへんねんけど、どういうこと、どういうこと、言わないと。え、これ売る気ない。いや、あるあるある。か昔からそういうとこあるよね。なんかちょいちょいなんか自分の好きなやつ売らへんみたいな。そうやんな、うん、ただあの後でハイエースもしっかり見せるけど、いつもお世話になってる車屋の社長なんですよ。ガレージアストレア、カネクレア代表取締役、カネクレア、あ、そうそう、ボッタクレア、ガレージカネクレア、そう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 。けどなんかお茶髪型変わったよね、なんかパンチパーマ当ててるからね。けどモザイクかけなあかんじゃん。モザイクかけなあかん。モザイクかけてよ。そうそう、結構俺18歳ぐらいからお世話になってるっていうか、最初マウンテンバイクでね。そうやね、お茶なんかいな、あっちの川沿いのところになんかちっちゃい車やったのに、そうそうそう、あの時なんか車の運転がうまくて、この人うまいな、ニコニコ笑ってなんかかっこいいなと思っとってんけど、あ、まさぴーのベンツもこの間売ってもらったね。ね、そうやね、はい、でロードスターを今はちょっとメインで扱ってる感じですね。専門に。はい、けどロードスターじゃ、あれ、あの箱スカ？箱スカじゃない。あれ何だっけ？あの白いやつ。あ、白いの86ね。あ、86、86。あんなもん。あれは自分の所有やね。自分のってどういうこと？自分のもの。売りもせえへんけど。そんなんばっかよね、結局。な？いや、ほんまに。え、なんでもやっぱ車が好きすぎて。いや、そうやな。もう売りたくなくなるっていうか。いや、好きすぎるというか、どうなんやろな。徐々に大きくなっていってるよね、おっちゃん。なんか川沿いのなんかしょうもないとこで最初やってて、しょうもない言うな、まあ、なんかそんなとこでやってて、ちっちゃくて、なんか言うとっても、ロードスター極める俺言うて、そんな言うたっけ、言うと、もうロードスター極めろ、中途半端じゃあかんわ言うて。中途半端やけどな。いやいや、中途半端じゃないけどな。いやけど、正味な話、おっちゃん、これ好き、この車、ロードスター、どうなの、商売でやってる、それとも好きでやってる。好きでやってるかな。絶対嘘や。好きやで、すごい好きよ。やっぱ好きで、好き、好きでやってる。イベントとかも行って、好きじゃなかったらできんよね。まあまあそうやね。レースとかもやってるでしょ。レースもあの一応レース用の車があれですね。あれレース、あれレース用の。だから一回レース行ってこようかなと思って、分かるには、うん、で、これがロードスターのエンジン、エンジンやね、早いね。これ、うん、一応1800から2000にボアアップしてる。あ、ボアアップしてんねや、はい、え、これなんでボアついてんの。それはエンジン固定するやつや、回したりするから。え、このロードスター左ハンドルやけど、なんで左ハンドルなの。平行車、うん、そう。え、ロードスターっていうのはもともと日本車。日本車。あ、日本車なんや。へえ。ぶっちゃけこれ売るとしてなんぼで売るんやったら。一応350万。100万。あ、なんぼって。ないない、350万かな。350万すんの、こんなカス車。すごいな、これなんで。何が300万。お茶逃げんといて、お茶逃げんといて。ごめんごめんごめん、ごめんごめん、いやいや言うたらあかんやな。いや、350万すんのこれ。めっちゃ笑ってる。いや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 、えぐいなこれ。まあ、そんなもんですよ。350万すんの。ほんまにほんまに、ほんまそんなもん。なんもだって高騰してるからな、車も。いや俺用出しても100万やけどなこれ。感覚の問題やね。いや、すごいな、うん、あ、
一応スパイダーだって言うんや。これオープンなんねや。あ、そう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 。これ350万すんねんて数。うわ、じゃあすげえな。早いよ、おっちゃん。そう、早くはないよ。どっちかやったら遅いよね。レースのやつとちょっとちゃう。まあ、レースのやつもどっちかやったら遅いけど。その86とどっちが早い？微妙なこと聞くな。どっちが早い？どっちが早い？どっちが早いのな。それは新しい車の方が早いかな。あ、こっちの方が早い。うん、ああ。なんか走り合うと86とかあるけどさ、攻めやすいってことなのかな。まあそうかな。どっちか言ったらレース向きじゃないからね。もともと？このロードスター自体も。あ、そうなんや。そうそうそう。新しすぎてあんまり何もできない感じかな。この間のレースどうやったの、おっちゃん？行く言って。うん、あかんかったな。ミッション飛んだ。ブレーキ飛んで。ブレーキ飛んでミッション飛んで。ミッション3速今動かへん。いける言うとったよ、おっちゃん。ガチャーン言うて終わった。いや、何周目で？予選で。予選2位やったんやけど。俺一回やらしてよ。いやいや、やらせもやらせへんも多分無理やで。素人無理な。いや、そんなことないやろうけど。60キロぐらいしか出さへんけど、俺。リビングだから。そうやね。俺もそんぐらいしか出されへんから。いやいや、おっちゃんいけるって、おっちゃん。いや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 。何これ、ほんでこれ。タクト。タクト。うん、当時もやね、当時も。タイヤも当時もやね。当品？当品ちゃう。どう、なんでなんで？当時もの。当時もの。あ、当時のね。当時の。当時の。大阪で難しい。当時もの。なるほど、これもう、あ、そうなんや、綺麗やな。めっちゃ綺麗やろ。すげえ。これなんぼすんの？5万円で売れた。5万円で売れた。うん、10万円で買う。いやいやいや、もう売れてるから。いや、ほんまにこれ。なんで5万円で売るんよ、こんなん。俺こっちよりこっちの方が好き。いやいやいや、かわいいやろ。かわいい。これ知ってる？エンジンかけたら白煙ブワーッいくやつやな、これ。スタートある？これすげえ。で、また走らんねん、これ。そう、全然走らへんと思う。あ、うん、ここでなんかこう、うわ、すごいな。ちょっとこれ、どれよりロードスター。一応これがエンジンで。そうそう。で、これ何？これそれ、フィルター。あ、フィルターみたいな、はい、ものすごいチャチというか。まあ、古い車やからチャッチーよね。すごいな。ちょっと乗ってみていい？どうぞ。エンジンかからへんけどね。あ、なんでなの？バッテリー抜いてるから。あ、そうなのね。すげえこれ。うわ、狭いやろ。狭いな、これ。一番後ろなんや、これ。あ、じゃあもっと下がるやん。うん、そうやったらまだ乗れるか。うん、そのぐらいの、自分ぐらいの身長で。あ、なんかけど結構こうレトロ感あって。そう、レトロ感があるな。あ、うん、全てがやっぱちょっとちっちゃいかな、これ。あ、一応窓はパワーウィンドウなってんねんね。2速、3速、4速、5速、バック。うわ、すげえ。ミラーめっちゃちっちゃい。ほんで、これ350枚でどんこんの言うちゃ悪い。こんなんやったらファンに怒られるけど。いらんやろ、お前絶対。固定。いやいや、350万絶対いらんやん、おっちゃん、これ。むっちゃいらんし、メンテもするわけやんか。そうやね。例えば乗りました、うん、1ヶ月後に何、うん、あの潰れました、持ってきたらそれ無償で直すの？いや、無償ではないけど、一応まあ整備はあそこまでするから。まあ自信は持って渡すんだ。そう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 。古い車になったらさ、どうしてもな、あるよな。レースはレースで結局絶対優勝するよ、とってん。レースは優勝してない。9月またあるから。9月またそれ見に行っていいの？一周ちょっと一緒に走っていい？いや、それはできへん。ほんまのあれやから。あんな感じで今 DVD。 あ、マジ？うちの運転手も出てるで。あ、ほんまや、これ一緒一緒見て。あ、若いやん、ドライバー村上さん。うん、けどこれ見えへんや、そんな感じに。あ、なあ、男前やし、大人しそうな感じが行きそうやね。もういざファイになったらもうカーンスイッチ入って。あんなあんな。うわ、もう前の車の接近がすごいよ。あ、行くねや。ロードスター難しいんや。まあ難しい。あ、攻めるな。うわ、なるほどなるほど。おーおーおおおお。これレースするやんか、おっちゃん。他人の車ぶつけてまうやん。どうしたらいいんそれ。で、弁償じゃないの？あ、そんなん。うちもあれ横っ腹ぶつけられてる。あ、もうそれしゃあない、ごめんね、終わり。まあそんな感じかな。うわ、ほんな当て倒しちゃったらいいんじゃん、ガーン言うて。うちの運転手は生きよる。いや、生きよる。そんなん好き。俺そんなん好き。なんかロードスター、エンジンかかるロードスターないの？まああれとかはエンジンかかるけど、ね、これ中に入ったやつないの？今んとこないな。エンジンバラバラやねん、全部。あ、そうなんや。レースカーしか見れる？うん、全然。ちょっと見して。
うわー、この86もやばいよね、これシートめちゃめちゃええやん、これどうしたこんな金かけてええの、これいや、大丈夫、そんなかかってないタイヤ、ハーなってんじゃん、これちょっとこれ誰が乗ってるの、あ、これ動かへんの、動かへんよ、すごいな、あ、ピーピー言うてますわ、うわぁカズ、これ隣席ないうわわわわ、これすごいわ、これ乗れへん、あた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 これ、カズこれ、ここ詰まってる、俺ここ詰まってるわ、あーすごいわ、これこれほんま思ったより狭いね、すげえ、うわすげえ、え、なにこれ、う、あ、開くんやね、うわすげえ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 、うわわわわわわ、開いてる、まあまあええ音してない、これいや、すげえやん、これ一回3速入れてみて、3速、うん、あ、全然あかんの、クラッチ離しても動かへんとな、え、何これ、いや、もう壊れてんねん、ミッションオーバーホールせないの、演奏もせえへんやんな、そう、だからもう飛んでんねん、え、なんでわかんの、その見てへんの、今いや、もう運転手がミッション飛んだって帰ってきたから、あ、そうなんや、すごいな、音はええよな、いや、けどこれめっちゃ狭い、めちゃめちゃ狭い、これ大丈夫か、これほんますごいわ、いやー、これすごいわ、ええよね、これやっぱちっちゃいよな、65番、ちょっとちなみに中も、え、これロードスターちゃうでしょ、うん、これ違う、これはロードスターない、これロードスター、やっべ、ロードスター、飛んでいってるわ、エンジン飛んでるやん、ほら綺麗にしたピストン、うわお、こんなん見てやりたくなるよな、部品必ずなくすけどな俺あ、これがエンジンない、これ、そうそうそう、これ腰上な、飛んでいってもてるわ、これは売れた車かな、はぁー、すげえくない、ロードスター今から組むねんて、うーん、もう一瞬もないもんな、え、普通の車とレース用って何が違うの、レース用の車って、一応あれはレギュレーションっていうのがあって、車検通る車じゃないとあかん、レースよ、あ、そうなんや、そうそう、普通の車検通らへんでもええレースはもうガチガチに、そう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 、ガチガチ攻め倒すもん、そう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 、何を何を何を攻め倒すねんな、おええってお前出すなよ俺をえ、これもロードスター、これもロードスター、これは売り物、うん、これはお客さんの預かりで、クラッチオーバーホールしたやつかな、あ、こっちの、これもロードスター、これもまたエンジンバラバラ、かっこいいな、今から組んで、すごいな、いや、なにこれ、川崎 ZRX1200、 え、これレースしてんの、いや、してないよ、エンジンかけていい、いや、エンジンかからへんと思う、かぶってると、かからへん、車ばっかりなの、そうや、かからへん、だいたいかからへん、かかんのか、かけるか、いっぺんかかるんかい、かかるやん、おっちゃん、まだ入る、うわ、すげえな、これやめとこ、これ何、これミッション、あ、ミッション、こんななってんの、うん、へえ、これ、あ、ほんでここからノズルが出てくる、シフトが出てくる、へえ、すげえ、これ何のロードスター、ロードスターのも一緒なんや、うん、バラしてしなあかんから、あ、直して、うん、直すねや、うん、これミッションやって、ここからこう出てくる、ね、だからこう座ってこう、だからこういう感じ、反対やな、ここ、いや、反対やで、え、どういうこと、こっち側や、出てくるの、ここから出てくる、これが、ここがちょうどお尻ぐらいに、で、ここからプロペラシャフトで、こうやね、そう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 、こういうことか、そういうことで、1速、2速、そういうこと、3速、4速でね、あ、
前にエンジン積んでるから。そうそうそう。なるほどなるほど。ごめんごめん、俺フェラーリやから。フェラーリやな。ごめん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 。いやみやな。ほんま。これ普通のハイエースやん。まあ、中から行こうか。まずエンジンかけてもらったら。エンジンかけますよ。そのままブレーキ踏んでかけてもらって。まあ、普通のハイエース。あ、なんか今日これシートがいいよね。うん、シートがいい。ボタンいっぱいあるやん、これ。すげえ、マサピー出てきてる。あとこれ YouTube とか見、これ何、車内 Wi-Fi？ カロッテリアのやつ。あ、カロッテリアの中で入ってんねや。これがもう Wi-Fi と一緒に。あ、そうな。ずっと使えんねや、これ。ずっと走りながら見てる。年間1万2000円ぐらいやったんじゃん。はぁ、安いやろ、1万2000円やったら。安い安い、年間。すげえな。ちょっと後ろ見てみましょうか、ほんなら。やばないこれ。これ、なんなんこの、おっちゃんって。これ何もすんの？座席 1個。1、多分40ぐらい言うとったんちゃうかな。40万これ腹立つよな。しかもこれ時代ですわ、これ。ウィーンとこう。ねえ、これ。やばいでしょ、これ。リップ感半端ない。これまた後ろもこれ見て、これ。やらしいわ、もう。え、これどないしてんの、おっちゃん。あの、矢印のボタンあるやろ。矢印のボタン、はいはい、これ押す。押す。うわぁ、やばくないこれ。ほんで、ここベッドなんねんてよ。キャンピング、一応な。一応な、キャンピングカップ。まあ、全然大人一人寝れる。もう余裕で寝れる。ここで、あんなことできる？あんなこと、こんなのできるかもしれない。揺れたら、こう。あ、揺れた。何を言ってるねや。ハイエースだよ、これ。中身バケモン。バケモンハイエースって呼んでねんけどな、俺。いや、かわいい、これ。この350万は正直ビビった。これは正直ビビりましたね。ありがとうございます。え、最初マジでビビらへん。こんなすんねやと思わへんかった。例えば、買い取りでも。あ、もうすごい気になる。正直。ほんま、今はほんま買われへんから。僕が思ってる相場の50万上ぐらいまで押さないと買えない。やっぱり。いや、すごいよな。俺ビビったもんだって、正直な話。奥深いわ。僕ほんますんません、ロードスターファンの皆さん。全然知らないんで、何を質問したらいいかちょっとわからへんので。イベントだから、今度いつイベントなんだっけ。いや、それ一回行ってラサビちょっと乗っけていこう。質問事項があるんであれば結構何でも言うこと聞いてくれるんで。何やろ、犬みたいに言うの。いやいや、そうやな、犬みたいに結構協力してくれるんですよ、長いやと。けど、ほんまありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ということで、マサピーチャンネルでした。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。で、ここでこう音楽がバー流れて、マサピーあ、流れて。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。出れるわ。楽しい。